はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちらザ・リッツ・カールトン日光さんをご紹介したいと思います。では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますのでご覧ください。
はい、ではお部屋のご紹介したいと思います。入るとすぐもう上品な音楽が流れてますね。まあこれは今日はこのまま行きたいと思います。で、まあ、正面にすでにこう和の感じのね、光もこんな感じで入って、木の綺麗な感じの、これはなんて言っていいんですかね、まあ切り子みたいな感じですけど、美しいですね。はい、でここで靴を脱ぐスタイルですね。はい、もうこのまま行きます。で正面にこちらクローゼットかな、はい、開けてみます。こんな感じで、まあ荷物置いていただいてますが、この浴衣みたいなやつは、一部のレストランを除いて館内で着ていいっていう感じで、バーとかでも使えるっておっしゃってましたね。はい、こんな感じで2種類ある感じです。まあ、これにこれを羽織る感じかな。はい、でこちらちょっと開けていってみます。まあ、この辺はランドリー系のものですかね。はい、まあ、木でかわいい、これヨガマットですかね、すごい、よいしょ。まあこの辺はあれかな。はい、で金庫あります。まあこの辺もね、木で統一されてて木の香りがいい感じです。でハンガーももりもりあります。はい、こんな感じですね、もう綺麗で。早速お部屋ですが、お部屋はこんな感じでベーシックなダブルのお部屋ですが、もう広いですね十分に。はい、で色味も木がベースでお上品でいいんじゃないかなと。ちょっと右側が光の加減で線が入っちゃってますが、申し訳ないですがこのまま行きたいと思います。でソファーこんな感じで、こちらから見るとこれもねいいですよね。なんか座るところが結構あるっぽくて、はい、なんかいいかなと思いますね。はい、でベッド脇行ってみたいと思います。ベッド脇は、まあ、コンセント通常のやつと、まあ、BOSE の Bluetooth のスピーカーありますね。あとこちらに USB のジャックが2つあります。これも嬉しいかも。でこちらからですね。はい、で温度調整は、まあ、とりあえず18度にセッティングしております。はい、こんな感じですね。でこちらからも見てみましょうか。いや広い、ちょっとライトが申し訳ないですが、はい、で木の感じで、ここは、左側が洗面台とかのスペースになりますが、ここは閉じます。まあ、これ閉じても結構、ちょっとこちらから撮ってみましょうか。こんな感じでかっこいいですよね。はい、こんな感じですね。ちょっと左側のライトが特徴がありますね。でこちら、ここをライトとかこうひねるタイプでライトの調整できたりして、これ面白いですね、かっこいい。でこちらも USB2 つあったりしますね。でマスクとかアルコール系のものあります。まあ、こちらもコンセント通常のも2つあります。いや、いいですね。はい、こんな感じです。でここ一周しまして、こちら、まあ、リビングスペースという形ですね。でここ閉めることもできますので、まあガラスではあるので見えますが、敷居も作れますね。はい、こんな感じで、こちらのスペース、まあ今テレビで、これテレビめちゃくちゃ解像度の高いいいテレビだなって感じするんですけど、この辺の観光地とかの中禅寺湖とか日光とかの観光地の映像とリッツカールトンさんの紹介っていう感じですね。はい、まあこのままちょっと私は声を大きめにしてそうかなと思います。で今日は、バルコニー付きのお部屋なので、こんな感じで先に中いろいろ見ていきたいと思います。でまずテーブルの上ですが、鍵とこちらリッツカールトンさんの文字が木で刻印されている感じですが、ウェルカムスイーツですね、おやつって感じですかね。チョコレートと、まあちょっとドライフルーツみたいなんですかね、といちごあります。これね美味しそうですね、いちごもいいいちご感出てます。はい、ちょっとこれ後ほどまたいただきたいと思います。はい、と、こちらは、温泉とかに行く用の荷物を入れる用のこう肩にね、こうショルダーみたいにするやつも2つ置いていただいてます。これねおしゃれでいいかなと思いますね。でこちらにもソファーありますので、テレビとかはねここに座ってみるのがいいかなと思います。でミニバー、いやなんか京都のホテルに行ってるみたいですよね。まあ日光が和なのでいいのかなと思いますが、上から行ってみましょうか。上はよいしょ、よっ、お茶ですね。はい、まあ和な感じでいいかなと思います。よっ、で2段目横にスライドするタイプ、よいしょ、
はい、こちらは無料のエリアですね。よいしょ、これはずれる、あ、ずれる、出てくる感じですね。こんな感じで、ネスプレッソのやつ、ケトルと、こちらアイスペールって感じですね。はい、こんな感じでいろいろありますね。はい、いい感じで、まあ、ボトル缶の水こちらはいただけます。閉じます。これおしゃれですよね。なんか木で曲がるのおしゃれかな。はい、でこちらよいしょ、おやつですね。はい、まあ一通りビーフジャーキーとかいろいろありますね。はい、よいしょ。で下には紅茶ですね。 TWG のイングリッシュブレックファーストと、あ、アールグレーもあります。珍しい、アールグレーと緑茶あります。はい、でこちら冷蔵庫ですね。はい、こんな感じです。まあおしゃれかなと思います。でちょっとバルコニー行ってみたいと思うんですが、ここ扉後ほどまた来ますが、実はここ開くんですよ。でこれがここ通れるんですけど、お風呂につながっているという、もうこれまた面白い。しかもこれ例によってこちらのさじ加減で開けるやつですよね。はい、もうやってくれるぜリッツカールトンって感じですね。面白い。まあせっかくなんでね、開けてみましょうね、お二人できた方は。はい、では、テラスですね。まあ、バルコニーテラスちょっと難しいですが、テラス出たいと思います。よいしょ、あ、気持ちいい、涼しいですね。でここソファーありますが、まあ、雨の日は収納ですかね。かなり柔らかくてテラス的にこういうソファーあるの嬉しいですね。まあ、2人でも座れます。で今日はこれ南泰山ですね。南泰山からちょっと逆光で申し訳ないんですが、中禅寺湖が見えるお部屋で、奥の山にはまだちょっとだけね雪が残ってたりするんですが、こんな感じで、ここはちょっと石みたいになってるんですが、ビューバスになってるのでこんな感じですね。はい、いや、いいですね、テラスがあるの嬉しい。はい、ではちょっとバススペース行ってみます。あ、でちょっとさっきチェックしたんですけど、この椅子の下に USB とコンセントジャックがあるので、これちょっと嬉しい。なんでこのテーブル軽いので、ちょっと動かしてここでお仕事もできますね。ちょっと気が利いてていいなと思います。はい、ではバススペース行ってみます。いや、木の感じでいいですね。まあこのちょっと今あまり見れなかったんですけど、この盆栽みたいのもね可愛くていいな、おしゃれですね。はい、ではバススペース、ここ開けていってみたいと思います。バススペースはちょっとどこから取るのがいいのかな。こっちから行こうかな。こんな感じで一つ目の洗面台で、その奥がお手洗いですね。でベッドあり、もう一つこちらに洗面台があり、この左が、バススペース、お風呂ですね。お風呂から行きたいと思います。お風呂は、結構広い正方形ですね。正方形の風呂もなかなか珍しいかなと思いますが、まあ周りは石なんですけど、中は白で曲線になっているので、座った時に角が痛いとかもないのかなと思って、気が利いてるかなと思います。で、ボディタオルとかバストルトあります。でこちらは中禅寺湖が見える感じのビューバスになってて、なんかこの正面の松かな、木が結構一本で綺麗かなと思いますね。はい、あれ、ここ何かこれロックできない、ブラックアウト、あ、ブラックアウト消せるのも嬉しいかも。これは閉じたりもできますね。はい、こんな感じです、こちらから見ると。はい、お風呂結構広くていいなと思います。はい、でこちらバスアメニティが並んでおりますが、リッツカールトンさんのアスプレイですね。はい、こんな感じで、こちらから戻ってくると、なんかこの辺は、なんかちょっとテイストはアマンさんとかに似てるかも。なんか綺麗でかっこよくて、この辺は黒でね、石で陶器っぽくてかっこいいかなと思います。はい。で、こちらにアメニティが一通りありますね。はい。まあ、これはリッツカールトンさんの文字が入ってるのかな？入ってないのかな？入ってない。なんか入ってそうな感じしたんですけどね、入ってなかったです。はい、こんな感じです。まあこちらを、お風呂用で、あちらがお手洗い用とかか、もしくはもう2人で使い分けちゃうかっていう感じですかね。はい、で横にコンセントとかなるので、ドライヤーも使いやすいかなと思います。こちらも開けてみます。あ、ドライヤーで、ちょっと一応ドライヤーを開けっぱなしにしておいて、他が何かあるか見てみますね。
あ、タオルありますね。でドライヤーを開けてる間はせっかくなので、ビューバスを取っておきます。今から私はドライヤーを出します。なんだいこれは、ノビバイテスコンですね。はい、ちょっと今はスイートします。よいしょ、こんな感じですね。なんかノビーで合ってますか、読み方のシリーズで、これ結構白が多く買ったような気がするんですけど、はい、かっこいい感じ、いいやつだと思います。なんかこっち向けるとちょっといいやつ的こんな感じですね。はい、で、もう一つの洗面台あります。まあこちらもね、アメニティは同じものがあるかなって感じがしますね。はい、まあ一通り全てあります。はい、でお手洗い、なんか黒で、これも木でかっこいいですね。で入ってみます。おう、いやもう一面木って感じですが、トイレ入っちゃいました。あれ、これは開かないタイプでした。そして私はトイレに閉じ込められました。はい、出ます。こんな感じですね。ちょっとお部屋戻ってって、次のパートというか話すパートに行こうかなと思いますが、あ、バスローブ触れてなかったですね。バスローブこちらにあります。まあ、タオル地で、まあ、ふかふかというよりは軽めかなと思います。まあ、十分かなと思いますが、こんな感じ。はい、どうですか？まあ、木のテイストが強くて、日本らしい感じで、京都にあるホテルみたいな感じで、まあ、日光は和なんでね、いいかなと思います。こんな感じですね。ちょっと光が入ってしまって申し訳ないですが、はい、広さも広くていい雰囲気かなと思います。はい、ではこの後ホテルのご紹介少ししたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はよいしょ、こちらですね、ザ・リッツ・カールトン日光さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。早速なんですけど、このルームキーなんですが、桜の木でできているということでいただいてますが、こちらは、もうお土産で持っていただいて構いませんと、言っていただいてますので、もうこれは持ち帰ってくれていいっていうカードキーです。いや、記念になっていいですよね。木で可愛くていいんじゃないかなと思います。はい、で、あとはまずこの辺にあるものですが、このリッツカールトンさんのボトル缶のお水ありますが、もうお水もね、まあ美味しかったですね。はい、で、こちらは、まあ、ちょっと、まだ去年の2020年7月とかかな、またね、調べて出そうと思うんですけど、に開業したばかりで、リッツカールトンさんの中では新しいですね、日本の中では。はい、で、まあ、なので、施設も当然綺麗ですし、デザインとかも新しい感じで、綺麗っていう感じですね。はい、で立地は、まあ、日光って書いてありますので、まあ、日光なんですが、まあ、栃木県の、まあ、日光ですかね、の中禅寺湖のもう本当にほとりっていう感じですね。くねくねしたいろは坂を登りまして、まあ、登り切ったところにあるっていうイメージです。はい、で、観光とかなんですが、まず男体山はホテルから見えるぐらいですね。すぐ横にあるっていう感じで、まあ、中禅寺湖ビューの部屋もあるぐらいなので、まあお散歩がてら中禅寺湖を見に行くことももちろんできますし、まあ、紅葉とかならね、もう山すべて紅葉になってとても美しいかなと思うんですけど、ちょっと車出してると千畳ヶ原とかですか、まあ、すごい原っぱっていう感じになってるところとか、まあ、自然を観光する感じでいいかなと思います。はい、で、ホテルにチェックインをして、お部屋の準備がまだできてないかなり早くの時間に着いてしまったので、車だけ止めてちょっとブラブラしたんですが、華厳の滝まで歩いて5分ぐらいですね。もう本当にいいお散歩距離感で、よかったです。はい、滝見てきたのでちょっと流そうかなと思いますが、っていうのと、ホテルのすぐ近くの、まあ、中禅寺湖の、まあ、多分メインの交差点だと思うんですけど、にちょっと飲食店みたいのが並んでるので、そこで、湯葉ラーメンを食べてきました。なんか、まあ、昔ながらのお店っていう感じだったんですけど、大丈夫かなってちょっと思ったりもしたんですけど、美味しかったですね。はい、良かったなと思います。はい。で、お部屋以外の印象なんですが、何ですかね、リッツ・カールトンの中では、私の中では、
あのリッツカールトン東京さんとかリッツカールトン大阪さんはこう割とクラシカルというかヨーロッパ調というか中世のようなあのデザインが、まあ、お部屋も含めて割とあるかなっていう感じなんですけど、それとは結構違って、まあ、リッツカールトン京都さんとか、まあ、この日光さん新しいのでっていうのはあるんですけど、まあ、立地もありますね。あの和のテイスト、まあ、木をかなり感じる雰囲気と、天井もかなり高くて、まあ、贅沢な作りだなっていう印象で、まあ、入り口からロビーとかのスペースも含めてかっこよかったですね。はい、あの和のテイストも入っていて、まあ、でも上品で高級感もあってとても良かったなと思います。はい、で、どこから行こうかなみたいな、まず、お部屋から行きます。でお部屋なんですが、今日は、一番リーズナブルというか、シンプルなオーソドックスなお部屋の中禅寺湖ビューですね。まあ、ビューがあの湖側っていう感じなんですけど、お部屋はもう言うことないですね。はい、あの和を感じれてキーベースで、まあ、とても綺麗で、あのバルコニーもあって風も感じれて、お風呂も広いですし、かっこいい感じで、広さも申し分なく、天井の高さも高くて圧迫感も全くなく、高級ホテルっていう感じでした。はい、で洗面台とかの雰囲気は、まあ、グループ違うんですけど、アマン東京さんとかの雰囲気に結構似ていて、高級感があって物も少なくて、まあ、木のこう、まあここは茶色が濃いっていうよりは黄土色に近いのかなっていう感じの木なんですけど、とあの黒のこう洗面台とかの色味がマッチしてて、高級感も抜群で、いや良かったですね。はい、お部屋には何にも不満はありませんね。はい、ウェルカムスイーツとかも、まあ、ちょっとお部屋の動画とかで撮ってるんですけど、ケースもね可愛くて、いちごも美味しくてっていう感じですね。はい、もうあの大満足です。はい、でベッドも、ベッドは割と柔らかめだったかなって気はするんですけど、幸せでした。はい、こちらも良かったっていうのと、まああの戸棚じゃないこれなんて言いますまあいいや、あの扉とか、スライドする、ちょっとでパッと今ド忘れしてるので出るかもごめんなさいと一緒に出るかもしれないですけど、あのまあ、面のねこうデザインが切り子みたいになっていて、これも可愛くて、なんか光が通る感じも美しいですし、なんか和って感じがしてお上品で良かったなと思います。はい、で、今日はケイペイさんとかと一緒に来たんですけど、ロビーとかで少し過ごす時間が長くて、ロビーのすぐ隣に、ライブラリーっぽいスペースとバーがこう横に続いてる感じなんですけど、まずバーの映像を出そうと思います。写真になるかもですけど、こんな感じ。はい、で次にその横のスペースにあるライブラリースペース、こんな感じ。まあライブラリーって言っても本を読むというよりは本が並んでいるっていう感じなんですけど、でこちらで今日は夕食をいただきまして、ハンバーガーと、まあ、割とね軽く食べた感じなんですけど、そちらもここに出そうと思いますが、雰囲気も良くて、いろいろねこうスペースを気を使っていただいて、まあ、贅沢なスペースに誘導いただけた感じがするので、まあ、そういう配慮も含めてとてもいい空間で、天井高くて優雅でした。はい、でロビースペースこんな感じなんですけど、ロビースペースも24時間空いているので、もちろん食べ物とかは食べれないですが、夜その深夜の時間帯はお話しするとかちょっと雑談したりのんびりするのには夜中中使えますので、いいかなと思いましたね。で、そこで少し話してる時に飲み物が欲しくなったので、ロビーというかレセプションの方にお水をいただきたいっていう話をしたら、これすぐに冷えた状態でリッツカールトンさんの可愛い水色の袋に入れて持ってきていただけたり、なんかいろいろさすがだなという感じでしたね。とても快適でした。はい、で、あとは朝食を今いただいてきた2日目なんですけど、こんな感じでスペースとお店と料理出そうと思うんですけど、朝食の、まあ、クオリティって言っていいのか分かんないですけど、いやもう美味しかったですし、
量も、まあ、お腹いっぱいにもちろんなったんですけど、結構いい量だったなって気がします。あとあのコーヒー牛乳とかシリアル系とか、まあ、これもね映像で流そうと思うんですけど、あのデザートとか取りに行くメニューもあったんですけど、これもちょっと良かったですね。コーヒー牛乳ちょっと懐かしくて良かったなと思いますね。はい、そう、そんな感じですね。なんで朝食もとても良かった、美味しかったですね。なんでぜひこちらに来た際は朝食食べてみてほしいなと思うのと、私は今日和朝食をいただきましたが、ちょっと用がわからないですけど、和朝食めちゃくちゃ良かったので、まあ、あの比べてないのに勧めていいのかって感じなんですけど、あの和朝食おすすめです。はい、とあとは、補足事項としてはどうですかな、お部屋に、私今日温泉行ってないんですけど、温泉行かれる方はこんな感じで2つ、まあ、お二人用ですね。ここに、どうやるのこれ。ちょっと、あ、これ、お、すごい。これ磁石になってるんですけど、ここに、服とか荷物入れていく用の、もうこんな感じ。こんな感じ。で、行くのを2つ用意いただいてますので、これ可愛いので、もうくださいって感じしますよね。はい。そんな感じで、温泉に行ける用のあります。で、浴衣みたいなやつで、ホテルの館内は、動いていいっていうことですので、朝食の時とかは、浴衣とかで来られてる方も結構いたので、朝お風呂に入って、ご家族とかで入って一緒に朝食に行くっていう楽しみ方もできて、まあ、これは旅館っぽい感じもあって、まあ、日光の土地柄にも合ってて、まあ、なんか素敵なサービスというか配慮かなと思ったので、これも良かったなと思いますね。はい、なので、まあお部屋でお風呂に入るのもいいですし、まあ、温泉も入られるのはいいかなと思いますので、いろいろ楽しみ方があるホテルじゃないかなと思います。はい。めちゃくちゃ良かったですね。はい。で、マリオットグループだと、カテゴリー7ですかね、今。で、オフシーズンだと、ポイントとかだと5万ポイントとかで、宿泊できると思いますので、ポイント宿泊もめちゃくちゃいいんじゃないかなと思うんですけど、ここは、遠くなくカテゴリー8になるんじゃないかなっていう感じが、ホスピタリティも含めて私はしましたので、これはもしもねポイント宿泊を狙われる方は、この1年でぜひ1回泊まっていただきたいなっていう思いはありますね。はい。で、都市圏では以外では、そのフォーブストラベルガイドでは、多分沖縄かなぐらいが星をついてると思うんですけど、このホテルは星をつけてくる感じがしますね。四つ星か五つ星かわからないですけど、フォーブストラベルガイドの方でも星がついてくるホテルじゃないかなっていう印象は受けましたので、はい、迷われてる方はぜひ来てみていただきたいホテルですし、後悔ないんじゃないかなと思いますので、ぜひ、来ていただきたいなと思います。はい。めちゃくちゃ良かったです。はい。また来たいなと思います。はい。ということで、今日はこちらですね、ザ・リッツ・カールトンさんの日光ですねをご紹介させていただきました。ぜひ皆様も来ていただけたらとなと思います。はい、またよろしくお願いします。ちょっとカミカミでしたね。はい、すいませんでした。またよろしくお願いします。ありがとうございます。